ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。出やキリュウ、踊れはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、早ついてこい。何すかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが、二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか。おう、ええ加減なめとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前で酷にされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなら、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。Ugh!
よし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを当たれ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ、さあ、キリュウさん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。みんなが待つところに。おじさん、おじさん、おじさん。
にして、おじさん。夢、はあ、夢じゃないのか。違うよ、私はここにいるよ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。キリオさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？キリュウさんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。なんや、サツの旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。は？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島隊がおとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや、後のことは頼んだで。兄弟、お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。ん？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬を神室町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。
警察は元東城会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東城会もヤクザに変わりねえ。東城会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東城会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東城会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら今度は東城会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東城会の代表として逮捕するんですか。東城会の四代目ってだけじゃねえ、桐生一馬ってのは道島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まともな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。児童養護施設朝顔を作って引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だが今の俺がまたこいつらと暮らすにはまずやらなければならないことがある。それには長い時間が必要だ。伊達さん、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされた。だがそれから何年もの間俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。
おじさん。はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方。出会った頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。キリュウちゃん。真島の兄さん、東条会の射程頭、直系真島組組長、真島五郎。シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の東条会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく東条会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。キリュウ。西島、かつて18人の敵を殺したとして東条会の伝説と語り継がれる極道、西島大河。俺と初めて出会った時、西島は脱獄囚だった。その後、運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、東条会直系西島組を立ち上げている。だが2012年冬に再び脱獄、大海連合7代目の陰謀に巻き込まれ、東条会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。桐生さん。秋山、カムロ町の町金、スカイファイナンスの社長、秋山氏。昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたと。それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥かを守って俺の代わりに体を張ってくれていた。四代目大吾、かつて俺の都政の親であり東条会の大幹部だった堂島宗平の一人息子。極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は東条会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが25,000の子分を抱える東条会を束ねていけるのは堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。お目覚めですか、四代目。大吾か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。
噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか？家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥と静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺や遥にその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか？桐生さんは本当にそれでいいんですか？俺やはるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームステージではるかは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。はるか、よく来てくれたな。変わりないか？そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか？たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの、その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって
心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。テーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。リズミ、コップとお水用意して。はい。ほらシロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ、まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて。三つお、頑張ったんだ。前はコージが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね。あ、バカ。いやでも実際さ。大丈夫だって、俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。どうしよう。おじさん、私どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ私。ごめんね、みんな。綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三
三尾の野球推薦のことが心配？三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからって、お姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことか。消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。おい、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。どうですか、
いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。泉か、だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん、大地、バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは
自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも遥のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。あやこお姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。はるかの件はあやこが悪いんじゃない。だからあやこを責めないでやってくれ。あやこも今まで言い出せなくてきっとつらかったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。おじさん。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。うん、豆まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし、はるかお姉ちゃん今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。カムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。おじさん、俺どうしたらいい。はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でもはるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか、調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出して
ここに連れて帰る。はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの？おじさん。そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん、晩飯の準備か。何か手伝えることはないか？ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。みつお、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、綾子、今度はそう長くは待たせねえ。俺もはるかも必ずここに帰ってくる。うん。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。お近くの改札までご利用ください。
またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこのお前、やっぱり桐生か。伊達さん。なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせてたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。少し老けたか。まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、キリュウ。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中でな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥かはどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥かの居場所を聞きたいと思ってる。遥かの居場所？遥かは沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥かのこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつける。ありがとな、伊達さん。おう。いや、またな。
もしかして、キリュウさん？久しぶりだな、ママ。もう、びっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは、出所されたのね。じゃあ、みんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだ、ママ。ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより、伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。キリュウさんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら。秋山の居場所を知らないか。ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか。え、遥かちゃん？遥かちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、遥かが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥かを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。遥かちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あと、このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。それじゃ。そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。Ha!
アジア街で飲んでて、ええ、酔っ払って逃げてもめだ。気がついたら、お前止まれ。逃げても無駄だ。お前どうやってそこに、ビビってんのか。ところに言いません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだなマスター。本当にお久しぶりです桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよマスター。ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと何ですか。遥かをこの辺りで見かけなかったか。あれ、はるかちゃんですか。ご一緒じゃないんですか。ああ、ちょっと訳があってな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。スカイファイナンスの秋山って知ってるか。ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだマスター。ここ最近秋山を見かけなかったか。そういえば秋山さん最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、わかった。ありがとう。
ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも登場界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方登場会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したって。話せ。Thank you.
誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだよな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。行くか。ありがとうございました。怪我なってねえ。なんだ、この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。
そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来吗？我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか。なんとなくわかるぜ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。別走下留情、畑を杀了。縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気立ってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の六代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん、秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？キリュウだ。ほう、キリュウさんね。わかった、じゃあまたな。キリュウ、キリュウ、キリュウカズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえって。
ね。いうことか説明してもらうからね。いや違うんだよ、本当だよ。あんた、他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。え、いや、それはその…しかも、毎日会ってるんだってね。その女のこと、そんなに好きだわけ？その話してるとテンションが上がるというか…へえ、本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも、実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、ゆうかちゃん。すいません。あれ、ゆうかちゃんは？泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう。違いますよね。ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あの、チャットはわかりますよね。チャット。
チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか。おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの。ちょっとは興味が湧いてきましたか。ああまあ多少はな。そうですか。あ、なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が。はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか、あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで。それじゃまた後で。ああ気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。です。もっと他のものを探しに行きましょう。ね。やだ。私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったくヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子はるかのファンだったのか。なあお前。え、な、何？お前ははるかのファンなのか。うん、そうだよ。あ、
しかしておじちゃんもはるかちゃんのファンなの？ん？ああそうなんだ。俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに今はどこにも売ってないの。いや悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聴いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私んちいつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかなんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ、一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん、おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか、さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか、前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに。でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか、それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど私ははるかちゃんが好きだから。そうか、はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった、待ってるね、カズマおじさん。そうだ、はるかのグッズはどこで買えるんだ？まずはドン・キホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。
秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた秋山さんの何？古いダチだ。あんた秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた桐生ってもしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か。いや確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。分かった、ちょっと待ってろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。買ってきたぞ。ほら弁当だ。すまないな、ああ腹減った。食った食った、久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ、秋山さんの居場所を教える。確かこのすぐ近くと言っていたな。ああすぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。
秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃ分かるよ。秋山か。キリュウさん久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。キリュウさんもようやく出所されたんですね。しかし何でまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんが？朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥の行き先はわからないか。すみません、キリュウさん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なんか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、キリュウカズマだね。東条会元四代目会長、二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが極道は死に場所を選べないものだ。
人ともドブに沈むのがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ。そこに倒れてる4人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ。それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしても、この隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。キリュウ、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか。ん？悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、ハルカがカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？ハルカ、カムロ町にいたのか。え？とにかく話は病院で。いいな。
ちょっと、キリュウさん。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウ。伊達さん。すみません、患者さんですか？でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か、キリュウ？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ。お前に見せたいものがある。あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？この子が、遥かの、まさか。いや、まさかじゃない。名前は、ハルトだ。あれ。つまりこの子は遥の子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。そりゃ自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ？わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつから神室町に来てたのかもわかってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。
悪いが下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんでな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ。本庄さんだったな。うん。はるかが事故にあった場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのハルカがいつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それ何より本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとするとそいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋界のメンバーだ。そいつは西洋界の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東上界の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東上界がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋界はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東上界のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東上界も中国人と見りゃ仇だろうが、街から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東上界、西洋界以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。ん？韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に2度進出して東上界に叩き潰されている。1度目は30年以上前、そして2度目は10年前。その時はあんたも東上界と人言派を潰すのに一役買ったはずだな。もう随分昔の話だ。
あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東条会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。